皆さんこんにちは、赤星里奈と、今日はなんと赤星里奈チャンネル史上初のゲストに来ていただいておりますが、ちょっと姿が見えませんね。どこにいるんでしょうか。ではどこからともなくご登場いただきましょう。仙台フィルハーモニー管弦楽団の副主席奏者副主席奏者コントラバスコントラバス副主席奏者のなおっちです。どうもー。イエーイ。もう初ゲストがなわっちということでね。申し訳ないですね。いやお邪魔しちゃって。イケメンコントラバス奏者でおなじみなんですよ。こうちゃんの競芸時代の後輩で、はい、今日は楽器をね借りに来てくれて、でその楽器を持って帰るついでに動画に出ていただけませんかとお願いしたところ、心よくねイエスとおっしゃってくださったので、今日は出ていただくことにしました。ということで今日の企画は題して、妻は夫の演奏を聞き分けられるのか、イエーイということなんですけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、そうですね。私はねこちらのアイマスクをして、お二人が同じ曲の同じ部分を同じ楽器で同じ弓で弾いてくださるということでですね、それを妻の私はどっちがこうちゃんの演奏かわかるかっていうところでね、私もね、はい、ちょっと自信ないんですけどその間にね亀裂ができないように基本的に僕が喋るので、じゃあ今から聞きますみたいな、はい、聞く人が喋ると分かっちゃうから、うん、あのじゃあちょっともっと表に出てきて、はいはいはい、なんかコントラバスの影にずっとこう隠れてたから、じゃあ早速いいですか。やってみましょう。じゃあ目隠しをしました。じゃあ1曲目、デッターストルフのコントラバスコンチェルト一楽章を弾きます。これに関しては私はこうちゃんの演奏もめちゃくちゃ聴いてるし、まあ、難易度まだ星1ぐらいと思うけど、うん、はい、ではお願いします。それでは A の方お願いします。まだ一人目。うん、でも分からへん。それでは B の方お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。それでは答えを、いい、はい、どうぞ。こうちゃんの演奏は、はい、B です。正解。やっぱ、そうですね。全然違う。こうちゃんの演奏を、もうめっちゃ聴いてきたよ、この曲に関しては。なので、分かったけど、次からちょっとレベルアップやね。ということで、第2問。はい、2曲目は、クーセビツキーのコントラバスコンチェルト、一楽章の最初を弾きます。はい。あ、クーセビツキーね。私あんまり知らないんだよね。いや、そう、ディッターストルフよりは聞いたことないけど、何回かはドイツで無理やり聞かされたことはある。そう。え、ほんまやで。ほんまやで。オーディションの前の日に、ちょっといきなり私が練習してるところにわざわざ組んだ合わせ持ってきて、いきなり弾き始めた時あったで。申し訳ないです。だけど、ディッターストルフはもうめっちゃ聞いてるから、うん、それがまあレベル1としたら、これはもう。あ、そうしてるしね。あ、そう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 。なるほど。これレベル2ぐらいかな、はい、A の方、お願いします。何が起きてる。それでは A の方お願いします。そこまで。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいこのドラマティックな感じでしたね。それでは B の方お願いします。正解を発表します。こうちゃんの演奏は B です。やっぱ今度寄せたのに寄せた、うん、いや、あの
音が全然違う、やっぱり。ナオッチのやつは最初のトゥーがあるやんか、あの勢いがすごいな、わかる、なんて言ったんやろな、勢いでね、ごまかすタイプだから。いやそれ全然すごい、こうドラマティックタイプと、コロちゃんはどっちかっていうとこう冷静タイプや。確かに俯瞰で見るタイプですもん、ということで次でラストですね、はい、さあ私全問正解になるのか。3曲目ラグマニノフのボカリーズを弾きます。楽しみ、名曲ですね。はい、じゃあいつも弾く感じなの。どういうこと、コーデが A じゃないやの、もう指持ってるから弾くんかな。いやいや、これからです。あ、これから。じゃあ、はい、私ね、コウちゃんのボカリーズは本当にね、ほぼ聞いたことないから、これがやっぱ最難関やと思いますね。ちょっと分かる自信がない。それでは A の方お願いします。ビブラートが違う感じがする、2人で。それそうね、違う、うん、確かに。あとなんかこう緩急の付け方も違うし。なんでなんかテンション下がってんの。騙されましたね。嘘、間違った。両方ともえこうちゃんです。騙されマジこうちゃんです。だからおーってなったんや。モノマネした、もしかして。ちょっとナワッチのビブラートっぽく。おー、すごい。全然 A は本気で弾いて、自分のね、そう、それでいけるナワッチがもう一回、もう一回いける。すごいナワッチ、もう YouTube 向いてるじゃん。YouTube 向いてる。そうなんです。すごい。だから A って言っても確かに普段の感じで、あー、だからおーってなった。楽しいですね。よかった。ということで、じゃあ半正解みたいな。ここはでも2つとも当てて欲しかったよ。まあそうですね。いや、全然わかんない。え、でもやっぱ全然違った。変えた。うんうん。できるんや。というわけで、はい、結果は、妻は夫の演奏を聞き分けることができる。できる。できる。できるです。ということで、ナオッチありがとうございました。来ていただいて。素敵な演奏、ほんまに素晴らしかったです。では、また次回以降の動画で、ちょっと俺髪の毛がすごいな。ということで、また次回以降の動画でお会いしましょう。バイバーイ。